17歳になりましたロシアのエリザベータ・トゥクタミシェワ。今年のショートはボレロに挑みますトゥクタミシェワ。トリプルトーループ、トリプルトーループ、余裕があります。トリプルルッツ、これも高さがあって良かったですね。ソチオリンピックの代表枠を争ったライバル2人が揃って金メダルを獲得しました。どんな思いで見つめていたのか、その思いをぶつけるシーズンになります。トゥクタミシェワ、ステップを踏みながらリンクを大きく使って、そしてまた年齢の割にはやはり貫禄があります。その中に艶やかさがあるのでステップシーケンスも映えますね。ベテランといっても誰も疑わないぐらいですが、手を上げてのダブルアクセル、最後のジャンプ余裕を持って決めてきました。グランプリシリーズ前に行われたヨーロッパでの大会、3試合連続で優勝しています。17歳のエリザベータ・トゥクタミシェワ、貫禄の演技を終えました。いや、もう今シーズンは、あるいはここから先の4年は私のものよと、そう言わんばかりのものすごい演技でした。いとも簡単に飛んでるかのような3回転3回転、全てが本当に加点が大きく伸びるような質のいいジャンプの連続でした。そしてまたスピン、ステップ一つ一つももう本当に堂々と余裕を持ってこなしていましたので、大きな得点につながっていきそうですね。最後は手を上げながらのアクセルジャンプ、どれも自信を持ってこなしていましたので、本当に見ていて危なげない演技といいますか、はい、まあ同世代の若手たちがとにかく金メダル、ソトニコはシングルで取りましたし、リプニツカヤは団体戦で取りました。相当私たちの想像を超えるような悔しさもあったでしょうからね。そうですね、それがいい形で今シーズンバネになっていますね。そうですね、はい。さあこのトゥクタミシェワの演技にどんな得点が出るんでしょうか。現在のトップはラジオノワ 65.57、 67.41、ラジオノアを上回ってみせました。さすが貫禄の見事な演技で、トゥクタミシェワは予想通りトップに立っています。
さあこの後はアメリカのグレイシー・ゴールド。